どうも皆さんこんにちは、チャンクマスです。今私はですね、ヒルトンパリオペラホテルに来ております。今ね、ここチェックアウトして次のホテルにね移動いたします。で、次のね都市に移動するんですけども、移動するのは明日で、今日はですね移動日ということで、これからね空港ホテルの方に移動して、そこで宿泊して飛行機乗っていくっていった形になります。ということで今ねパッキングも全部終わりましたので、これからねチェックアウトねしていきたいなと思います。いや、このホテルね本当にめちゃくちゃ良かったですね。ぜひパリコルサリオですね、こちら利用してはねいかがでしょうか。ということでチェックアウトして外に出たいと思います。忘れも平気だな。よし、なんかエクスプレスチェックアウトみたいなの書いてあったんですけど、使えるのかな、よくわからないですね。ヒルトンのアプリに特に出てきたりしないんでね、はい、ボタンだけ押せばいいのかちょっとよくわかんないですね。はい、Thank you。 よいしょ、いや、ちょっとパリを張らないのがねちょっと寂しいですね、はい、あれすげえと思います。ではチェックアウトして外出たいと思います。はい、チェックアウトプリンス。それでは行きましょう。いや、お世話になりました。ヒルトンパリオペラ、めちゃくちゃいいホテルでしたね。ありがたい限りです。結局ね、このホテルね、リゾート料金等々も何もかからないそうなので、ポイント宿泊する場合はね、特に、ポイント以外はねかからないということですんで、いや、いいですね。ということでとことこね、行きに乗った、ルビーズバスだったっけ、ちょっと読み方忘れちゃいましたけど、空港までね行けるシャトルバスに乗って行きたいと思います。うわマジか道路の真ん中で信号青赤になっちゃった。まあしょうがないでは行きましょう。いや、この空港のシャトルバスからもね、このヒルトンオペラ歩いて10分ぐらいなので、いや本当にいいですね。まあ10分ねスーツケース引いて歩かなきゃいけないですけども、まあ10分ぐらいだったら許容範囲かなっていうところです。信号は赤、あ、渋滞してるからみんな行ってるんだ。あ、動き出した、やめた方がいいですね。青です。いや、今度はねまた違う航空会社でパリに行きたいですね。エールフランスとかね、日本から直行出てますもんね。まあ ANA とかも出してますけども、また違う航空会社で来るのもいいですね。ではここからね、10分ぐらいねかかりますんで、ちょっととことこ歩いていきたいと思います。信号は青、 OK。 はい、バス停着きました。バス停着いたらね、もうバスが来てましたんで、このまま乗っていきたいと思います。ちょっとねすごい汗でお見苦しいんですけども、無事ねバスに乗ることができました。私のソニーバンクウォレットのカードはですね、アメリカを出てからですね、ずっと使えなくて、私の調べ不足だったんですけども、ドル円に両替した状態で円からアシストっていうのはねできないみたいで、ドルにしちゃうとアメリカでしか使えないみたいですね。ドル預金にしておくと、私はねレボリュートってそんなことなくて、ドルにしてても勝手に決済したらユーロで変えてねやってくれるんですけども、ソニーバンクウォレットはそういう機能がないみたいですね。ですね、やっぱりレボリュートねめちゃめちゃ使いやすいですね。だからまあ一つの国しかね行かない方はね別にいいんですけども、私みたいにいろんなところ行く方はねレボリュートの方が便利ですね。ということで、で昨日の夜ね円にね両替戻したんですよね。そしたら今ねここのバス代がね普通に円からアシストでね利用することができましたので、ドル円、ドルから、あ、じゃあ円からドルに預金を変えて使うのは、まあ、アメリカ国内だけしか使えないという感じみたいですね。いやー、ずっと使えなくてね、
困ってたんですよね。なんで使えねえんだろうみたいな。しかもね、日本は土日だとその両替もね元に戻せないんですよ。いやね、ちょうどこの宿泊ら辺がね土日だったんで、なんでだろうってずっと思ってたら、そういう理由だったんですね。まあ、ひとまずね、使えるようになりましたんで良かったです。ということで、今回ターミナルいくつだったかな、ホテルが2、どっちか2だった気がする。ちょっともう一回調べますけども、はい、とりあえずこのバスに乗ればね、ひとまずシャルル・ド・ゴールド空港まではね行けますんで、寄られたいと思います。まだねドア開いてますんで、もうしばらくね出発する前にかかるみたいですね。ではね、バスが動くまでしばらく待ちたいと思います。いやね、暑いです今日長ズボン失敗しましたね。で、朝歩くとね涼しいかなと思ってあれにしたんですけど、半ズボンで良かったですね。ということで、しばらくねバスに揺られたいと思います。いや、汗がすごいですね。申し訳ないです。Terminal 2A, Terminal 2C. Terminal 2A, Terminal 2C. こんな感じでね、路線もね書いてあります。どこに止まるのか。結構ね、ターミナルが分かれておりますんで、これは注意点ですね。ああ、 2B とか 2D とか、かなりたくさんあります。ということで、バス降りました。今ね、バス停がそこで、で、ターミナル3が向こうにあるんですよね。で、なんと目の前がね、ヒルトンでした。はい、ということで、本日はね、こちらのホテルに1泊ね、お世話になります。こちらね、ヒルトンシャルルドゴールド空港エアポートホテルということで、ここね、ちょっと裏口かもしれないんで、ちょっと正面玄関探したいと思います。めっちゃ駐車場で、どっかに入り口あんのかな、こっち側に。さすがパリということで、ホテルにもね喫煙所がちゃんとあるんですね。なんか入り口っぽいところがないな。ここ入れないのかな。無理そうですね。ということで、ちょっと表側回りましょう。ここなんか駐車場みたいな感じで、本来は反対側なのかな、入り口は。多分そうですよね。ということで、ちょっと歩いて反対側行きたいと思います。いや、本当に目の前で良かったです。探す手間も省けて。てか、このホテルめちゃくちゃでかいですねめちゃくちゃでかい。まあ、ここはねターミナル3に直結してる、まあ、歩いて3分とかだね。だから空港の出口からも本当に歩いてすぐ来れるようなホテルっていった形になります。でね、なんか話によると窓からね飛行機も見れるということで、今回こちらにいたしました。おお今ちょうど目の前は飛行機が、いや結構綺麗に見えるんじゃないのかな。ちょっと楽しみですね。できれば飛行機がね見えるホテルをリクエストしたいと思います。あ、ホテル入口側に来れました。こんな感じでヒルトン、シャルドゴールド空港エアポートホテルということで、まあ近くには向こうにねシチズンホテルっていうのがありますね。はい、ということでチェックインしていきたいと思います。まだね12時52分なんで、ちょっと入れてもらえるかどうかはわからないです。では行ってみましょう。ということで、無事チェックインすることができました。まだね1時ぐらいなんですけど、ありがたいですね。ということで759という客室です。いや、非常にかっこいいですね。今回ねアップグレードしましたよって言ってましたんで、少しはいい客室に入れてもらえたのではないかと思います。ここですね、759。バスタブをリクエストするの忘れてしまいましたね。なかったら聞いてみようかな。ということで、中に入ってきました。いや、めちゃくちゃ広い。いや、めちゃくちゃ広いですね。いや、すごい。これは何、これ、スイートルームじゃないのかな。ちょっと後で聞いてみましょうかね。スイートではないのかな、一応客室が分かれてないんで。いやー、でも広いですね。はい、いやー、めちゃくちゃ広い。わー、すごいすごいですね。反対側から見るとこんな感じです。いやー、ありがたいですね。ということで、客室見ていきましょう。まずね、こっち側にクローゼットがあります。
あ、ガウンがある。はい、ガウンがあって、なんだっけ、バスローブがありますね。いいですね。スリッパもあります。で、下の方に、なんだっけ、ドライヤーかな？と、あと金庫と、アイロン台、アイロンが入ってます。すごい大きいクローゼット。で、こっち側に、ケトルとコップ。あと、お水ですね。ダイヤモンド、シルバー、メンバーの、これは無料ですね。トゥーフリーボトル。うん、大丈夫ですね。そういうことなんで、ステータス持ってる方は2つ無料ですよっていうことが書いてあります。そうじゃないと3ユーロって、結構高いですね。はい、ということで、コーヒーは、あ、ネスプレッソですね。結構日本でもおなじみのネスプレッソが置いてあります。で、よいしょ。これは紅茶は、この紅茶ですね。はい、ちょっと何か分かんないですね。はい。で、よいしょ。で、カプセルがこっちにあって、これは水入れる用のやつなのかな？違うのかな？何なんだろう、これ。エスプレッソを飲む用なのかな？ちょっと分かんないですね。紙コップが置いてあります。で、こちらに冷蔵庫。特に中には何も入ってないですけども、いいですね。はい、冷蔵庫が使えるのはありがたいです。で、こっち側、スーツケースを置くやつですかね。あとテレビは LG 製。これは50インチぐらいですかね。はい。で、リモコンと。あと作業デスク。で、ソファーと。で、テーブル。一脚、一人用のソファーとテーブルですね。で、こっち側にソファー。でく。二人掛けのソファーがあります。で、ベッドがこちらですね。かなり大きいですね。ありがたいです。ぐっすり寝れそうですね。で、電気は、ベッド周りは電源スイッチとコンセントだけですね。あと USB はなさそうです。あと電話とライトがついてまして、こちら側が目覚まし時計。あ、こちらに USB ポートがありますね。タイプ A のポートが一つだけありますね。あとコンセント、あと目覚まし時計ですね。あとライトがついております。ではとバスルーム。あ、よかった、バスタブついてた、ありがたいです。で、こちらがバスルームですね。はい、正面から見るとこんな感じです。バスルームもかなり広いですね。あ、シャワーブースが分かれてるんだ。はい、見ていきましょう。はい、こちらが洗面台ですね。かなり大きい鏡です。で、アメニティはあれですね、いつも通りのやつですね。ヒルトンはこのブランドで統一されてますね。で、石鹸が2つかな。はい。で、タオル、グラス、ティッシュとかね、あります。で、下にゴミ箱と、こちらに拡大鏡ですね。ドライヤーはさっきクローゼットに入ってましたんで、そっち側のやつですかね。で、お手洗いがあってバスタブです。いやー、バスタブいいですね。大きいです。昨日ね、あのヒルトンパリオペラね、あのバスタブなかったんでありがたいですね。あ、中もかなり大きそうなんで十分そうですね。で、シャワーブースがね、こんな感じで独立してるんです。これはありがたい。はい、床が濡れなくていいですね。可動式のシャワーが一つだけとなっておりますけども、いいですね。独立してるのはありがたいです。で、タオル類は上に置いてある感じですね。はい、以上になりますかね。それでは眺望ですね。飛行機が見えるということで、ちょっと開けていきたいと思います。はい、ということで、こちらはコーナールームになるんですかね。はい、窓がね、めちゃくちゃたくさんあるすごい見晴らしよく、あ、すごいですね。おー、すごい、飛行機も普通に見える。いやー、これはテンション上がりますね。いやー、もう本当に周りを一望できる感じですね。はい、あー、すごい、こっち側に行ったら、おー、すごい、ちょっと映ってるかどうかわかんないですけども、奥にね、飛行機映ってます。アメリカン航空とかね、見えますね。あとルフトハンザも見えますけども、ちょっと後でレンズ変えてね、ちょっとやってみたいと思います。いやー、本当にね、めちゃくちゃ一望できるんですね。あー、今映ってるかどうか分かんないですけども、ちょうどね、一機着陸してますね。いやー、いい。で、
ちょっとね場所の説明なんですけども、私はバスから降りてきてしまったんでちょっと分かりづらい部分があったかと思うんですけども、ちょうど、私のバスの降りた停留所がちょうどこの森ら辺のところに降り場が降ろされるっていった形になります。でね、目の前にちょっとね人が立ってて、ちょっとね怖かったんで、すぐにね私さっと離れて動画撮影したっていった形でぐるっと裏からね入ったんですけども、ホテルのね正面玄関は後ろなんですよね。でこれはね裏口っていった形になってまして、裏口にこのバスターミナルがあるっていう感じですね。でターミナル3がこちらですか、はい、ガラス張りになってるところですね、まあ、ここがターミナルっていった形になります。ですので、まあ、ターミナル3でねここから行って、ターミナル2とかにはここから、乗り換えしていただいて、行っていただく感じですね。はい、ということでここねかなり一望できて、滑走路自体はねちょっと映ってるか分かんないですけども、この奥の方にね滑走路ありまして、今飛行機はね今一機上に飛んでるんですけども、ここと、あと向こうですね、あっちの方にもね今飛行機が飛んでるのが見えて、でこっちにもね滑走路があるんで、本当に滑走路ね思いっきりいろんな方向から楽しめる感じですね。いやーこれはテンション上がりますね。ちょっと後でレンズ変えてね見てみたいと思うんですけども、このね正面のガラスはまあまあ綺麗なんですけど、ここのね右側のガラスがちょっとね思いのほか結構汚れてるんで、うまく映るかな、まあ、ちょっと後でやってみたいと思います。はい、っていう感じになりますかね。ということでこちらにね一泊ねお世話になります。明日ねちょっとフライトがね早かったんですよね。9時とかでパリの市内からねパリのこの空港シャルルドゴール空港まで、まあ、バスで1時間ぐらいかかるっていうのを考えて、まあ、ちょっと嫌だなと思って、まあ、全泊でねこのホテルを宿泊させていただいたっていった形になります。今回ねダイヤモンドステータスの特典で、無料アップグレード、かなり広い部屋にアップグレードしていただきましたね。これはね本当にびっくりですね。はい、ここのスペースめちゃくちゃ広いですね。でですねこのホテルにはラウンジがねありまして、エグゼクティブクラブラウンジが、1階の方にねありまして、夜10時までねやってるということですんで、ちょっとねこの撮影終わったらちょっとラウンジの方ね見に行きたいと思います。であとはレイトチェックアウトはねちょっと私明日朝早いんでね利用しないので、まあ言えばね利用できると思うんですけども、まあ、そんな感じですかね。いやこの客室めちゃくちゃいいですね。でこのホテルがですねだいたい200ユーロぐらいですね。私が泊まってる時は218ユーロぐらいだったんで、まあだいたい2万5000とか7000とかそのぐらいですかね。まあそこまでね高くないホテルで、まあ、非常に綺麗でね、まあここら辺がなんか改装されてる感じがするけど違うのかな、うん、なんか机とかはねそんなにすごい新しくは見えないんですけども、ここら辺はすごい綺麗な感じがするんで、なんか部分的に改装したのかななんていうふうに思うんですけども、まあ客室自体はねすごい最新設備ではないですけども、まあ、綺麗なね感じになっております。で今回ねここ何ポイントだったかな、そんなに大したポイント数じゃなかったと思うんですよね。はい、5万か4万とかそんなポイント数でね宿泊することができたので、まあここはね1ポイント 0.5 円ぐらいですかね。でも客室がアップグレードされてるんで、まあそれ考慮するともうちょっとねポイント1ポイントの単価としてはね上がるかななんていうふうに思うんですけども、まあこういった感じでね利用することができました。ということでラウンジねやってるそうなんで、早速ねラウンジの方見に行きたいと思います。ではねラウンジの方に来ました。入り口はねこんな感じになってまして、これは何だろう、バッタの顔かなはい、ラウンジはこんな感じになってます。いや非常に高級感があっていいですね。今現在ねサービスされているものはスナック、あとこれはドライフルーツナッツスナックという感じですね。であとコーヒーマシンがあります。はい、いいですね。あと紅茶がこちらにあります。リプトン、はい、リプトンなのかどうなのかちょっと分かんないですけど、はい、リプトンの箱に入った紅茶がサーブされてます。あとねいや飲み物がねフリーでいただけます。これはいいですね。コーラ、あとファンタオレンジですかね、あとフルーツジュースみたいなのと炭酸水、お水、いいですね。こちら無料で利用できるっていう感じですね。で一応外にも出れるみたいですね。はい、でラウンジの中はねこんな感じになってまして、結構広いですね。
はい、いいですね。でこっちにね PC もあるんで、なんか印刷したい時にこちらで利用することができます。ではせっかくなんで飲み物いただいていきましょうかね。それではコーラです。消毒しとこうかな。よいしょ。いやいいですね。うまいっす。めちゃくちゃ冷えてます。おいしい。でですね、このラウンジはですね夜の6時半から8時半までねハッピーアワーがあるそうなので、まあおそらくね軽食とお酒、多分こちらは出るんではないのかなと思います。お酒はちょっとね分かんないですけども、まあハッピーアワーっていう書いてあるぐらいだから多分出ると思うんですけどね。まあ一応ね6時半から8時半までやってますんで、その時間になったらねまた来たいと思います。ということで今日はねちょっと早めに、ね、チェックインしていただけたので、今日のところはね編集ね、やっていきたいと思います。めちゃくちゃクーラーガンガンに効いてますね。ずっといたら寒くなっちゃうかもしれない。でこのホテルね一応ねプールとジムがねサウナとかもねあるそうなんですけども、残念ながら感染対策ということで今クローズしてるみたいですね。もしこの動画を見て誰か利用される時が来た時にはもうやってるかもしれないですけども、現時点ではねやっていないっていった形になります。まあちょっとねプールこの時間ね結構時間あるんで、もしあるんだったら入ろうかなと思ってたんですけど、ホテルの案内の紙みたいなのにね現在はクローズということで残念ながら使うことができません。ということでちょっとねしばらく編集作業頑張りたいと思います。いやめちゃくちゃうまい。それではちょっとね今フライトレーダーの画像を見つつ外を見ております。今飛び立とうとしてる飛行機あるかな、もしくは来る飛行機、こっちに動いてそうなのがありそうですけども、ちょっと肉眼では確認できないですかね。あ、奥にいるんだ。奥にはいるけどカメラでは、あ、微妙に映ってる。かなり遠いですけども、はい、これですね。よいしょ。これはルフトハンザ。フランクフルトからパリ行きの飛行機ですね。いやー、ホテルの客室からこれが見れるの楽しいですね。エアバス321131ということで、もう一つ大きい飛行機が、あ、エアフランス。でもこれは情報が書いてない、エアバス330。これはちょっとでも今私の方向の目の前にいるんで、でも肉眼ではちょっと確認できないですね。さあ反対側どうでしょうか。お、今一機着陸してる。でもちょっと見えない。あ、ここの位置あれなんですね。あのね、たまにこのこっち側の窓ね汚れてるんですよ、窓が。でちょっとベタベタしてて、たまにピントをねこのカメラがそっちに持ってっちゃうんで、たまにぼやけちゃうかもしれないです。申し訳ない。ちょうどねこの今これありますよね、この建物、これがねちょうど着陸する場所と被ってるんで、ちょっとね一番大事なところがね見れない可能性もありますね。一機着陸来ます。でも事前に言っときますけども、着陸の瞬間は見れないです。ここの滑走路だとちょうど隠れるんですよね。どうでしょうか。あ、ここだとちょっと見えるかな。いや、やっぱり見えないな。はい、ちょうど被っちゃう感じですね。あ、その奥にももう一機いますね。ちょっと離陸してほしいですね。離陸の瞬間を見たい。両方ともエアフランスの飛行機ですね。いや、これは今到着した飛行機ですかね。いや、楽しいですね。客室からこれ楽しめるってめっちゃ楽しいですね。また一機着陸です。来ましたね。これはどれだろう、これかな、エアフランスですね、おそらく。
ちょっと遠いな。肉眼だともうちょっと近いですけども、やっぱりいいところで見えなくなっちゃいますね。はい、こんなところでしょうかね。ちょっとね、飛行機はね結構綺麗に見えるんで、やっぱり楽しいですね。ちょっとね、離発着は残念ながらね、うまく見ることができないんですけども、まあ動いてる飛行機がね、こんだけ、客室から見えるっていうのはね、かなり楽しいですね。ということで、しばらくね編集作業頑張りたいと思います。それでは時刻はね、6時半過ぎましたので、そろそろねランジの方ね行ってみたいと思います。多分ねアルコールとかね出てるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、ちょっとそこら辺もねチェックできればなと思います。ということで行きましょう。ということで、ランジの方に入ってきました。お酒はですね、ビール以外、ウイスキーとか、ワインとかね、そういったものはあるんですけども、ビールはなかったですね。あとシャンパンとかもなかったですね。まあ、どっちかというと本当に軽食とおつまみみたいなね、まあ、そんな感じのラインナップですね。昔はね、ここで買ってきました。サンドと、ちょっと写真でも載せておきましょうか。サンドとサラダですね。はい、サラダに入れて、いただきます。非常に美味しいです。最初何ならんだろうな、これと思って撮ったんですけど、めちゃくちゃ美味しいですね。軽くね、野菜も食べれて本当にめちゃくちゃいいですね。ということで、軽く食べてね、客室の方に戻って、ね、仕事を確認したいと思います。いやね、思った以上に美味しいですね。はい、めちゃくちゃ大満足です。ということで、今時刻はですね、9時39分ということで、私ね、またやらかしてしまいました。今ね、だいたい20分ぐらいカメラの前でずっと喋って、全部話し終えてね、寝るぞっていうところまで済んだところで、録画ボタンが入ってないことに今傷がついて、撮り直しております。ということですね、今ね撮った内容をざっとお話しするとですね、今ね明日飛行機乗るわけなんですけども、このパリの空港から明日最終目的地はロンドンっていう風になっておりまして、明日はブリュッセル航空の 国際線に乗って、このパリからブリュッセルで、ブリュッセルからロンドンっていった形で経由便でね、利用させていただきます。で、この路線なんですけども、皆さんね、結構前に私解説動画出させていただいたこちらですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスを使ったエクスカーショニストパークっていうので明日ね利用させていただきます。まあ、今回ね、日本で1回国内線を1回使って、で今回のこのパリからロンドンの路線をエクスカーショニストパークで入れて、でまたね、日本帰ってから東京から、大阪から東京かなの路線を今持ってまして、まあ、それでね、エクスカーショニストパークをですね、このパリからロンドンまでね利用させていただくっていった感じになるんですよね。でここはね、私は日本国内5500マイルを、利用させていただいて、まあ、2区間なんで1万1000マイルで、エクスカーショニストパークは0マイルということで、本当にね0マイルで発見することができますんで、ユナイテッド航空のねマイレージプラスを持っている方はかなりお得っていう風になりますんで、ぜひねこちらね利用してみていただければなと思います。まあ本当にね簡単なもので、東京国内の路線を2路線入れますよね。まあ、東京から大阪、大阪から東京みたいな、でその間に、まあ、どこでもいいんですけども、今回私はブリュッセルじゃなくてパリからロンドン路線を入れましたけども、まあ、この前の私が利用したどこだっけ、シカゴからニューヨークとかね、ロサンゼルスからシカゴとかね、まあどこでもいいんですけども、まあその元々の発見していないところのね区間であれば、まあ利用することができるっていう風になりますんで、これね0マイルで発見することができるんですよ。これね、なんでこんなシステムがあるのか、まあ正直全然わかんないんですけども、だから本当に飛行機がタダで乗れるみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。すごいですよね。はい、しかも明日に関しては、これユナイテッド航空のマイレージプラスで取ってるのに、乗るのはブリュッセル航空なんですよ。ですんで、だから本当にユナイテッド航空のマイルのシステムを使って、まあ、他社の航空会社を乗るっていうね、まあ、非常に
不思議ですよね。しかもゼロマイルということで、これね本当にねお得っていう風になりますんで、ユナイテッド航空のマイレージプラスね保有されている方はですね、まあ、詳しくはねこの動画で詳しく解説出しておりますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。私みたいにね SFC とか、まあ、私はダイヤモンド ANA ダイヤモンドをね持ってますけども、まあ、そういったね明日ねエコノミークラスで登場するんですけども、まあ、ラウンジもねスタイランスゴールドで利用することができるっていう風になりますんで、これね本当にいいですね。今後もねバンバン使っていきたいなと思います。まあ今回ねパリからブリュッセル、ロンドンっていう風に経由便になるんですけども、まあ、これはただ単にね直行便がなかったんで、まあ、こうしたんですけども、まあ、飛行機好きな方はですね2路線乗っても、まあ、同じマイルとか、まあ、0マイルで発券することができますので、今ねちょっと現時点ではアメリカ国内のねこのエクスカーショニストパークって、まあ、週に1回ぐらいしか出てこないぐらいねちょっと便が不足してる、欠航等々もね重なってるみたいなので、ちょっと利用しづらい部分あるかもしれないんですけども、まあヨーロッパとかねそういうところであれば結構ね簡単に出てきますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。でまたですね、先ほどねブリュッセル航空からねメールが来まして、オンラインチェックインしてくださいみたいな感じでメールが来ましたんで、まあ簡単にねチェックインすることができて、ボーリングパスもね今無事ゲットできましたんで、明日ね9時55分のフライトっていう風になりますんで、3時間前の6時55分、まあだいたいこのホテルは6時ぐらいに出てチェックインしていこうかなっていうふうに思っておりますので、まあ、こんな感じでね明日乗っていきたいなと思います。ということで今日の動画はねこんな感じで休みたいなと思います。それではまた明日です。おはようございます。ただいまね5時47分でございます。はい、これからねホテルをチェックアウトして、チェックインしていきたいと思います。今ねちょうど夜明けの時間帯になってまして、非常に幻想的な景色が広がっております。非常に綺麗ですね。はい、ということでやっと無事ね起きれましたんで、ちょっとね昨日寝つきが悪くて起きれるか心配だったんですけど、無事起きれてよかったです。ということでホテルチェックアウトして空港を向かいたいと思います。では行きましょう。では行きましょう。いやーこのホールヒルトめちゃくちゃ良かったですね。またお世話になりたいと思います。大丈夫だな、忘れ物なし。では行きましょう。まあ、ホテル自体はねそこまで新しいわけじゃないですけども、設備は全然問題なかったですね。改装されたのかな、なんか客室内は結構綺麗な感じがしましたけど、廊下とかね結構年季が入ってる感じはねちょっとするんですけど、はい、でもここら辺とかねめちゃくちゃ綺麗ですよね。このエレベーターホール、この感じとか吹き抜けになってて、ね、Sens descente. Fermeture des portes.いいですよね。よし、じゃあチェックアウトしていきましょう。では無事チェックアウトできました。おお曲がって曲がれって言われました。いや朝美しいですね。あ、これみたいですね、これ。はい、トレインステーション、すごい鳥の鳴き声が、鳥なのかコウモリなのか分かんないけど入ってるかな、音怖っ。糞をされないかちょっと怖いです。いやこうやって見ると本当にホテルめちゃくちゃでかいですね。鳥ですかね、鳥であってほしい。あ、鳥ですね。すごい映ってるかな、うわー、ちょっと糞されないか怖い。床は鳥糞だらけ。うわ怖っ。鳥さんのお家なんですかねここは。すごっ。昨日バス降りた停留所がここですね。まあちょっとこの左奥の方ですけど。で私はね 2B っていうターミナルなんですよね。このシャルル・ド・ゴールド空港はね
非常に大きいんで、あ、エントランス、あ、入り口って書いてある。ちょっと見えないかもしれないですけど、ちゃんとここにね、入り口って書いてありますね。では行きましょう。あ、ありました。この CDG バルっていうね、これがエアポートシャトルなんですよね。はい、映ってるかな。はい、ということなんで、これに乗って 2B の方に行きたいと思います。やっぱりターミナルということで、もう朝からね、人はちょこちょこいらっしゃいますね。ターミナル3がもうここに直結なんだ。あ、これ有料？ちょっと聞いてみよう。 Excuse me? I would like to go to Terminal 2B. This way. Thank you. この右側の電車はね、また違うんですね。これは普通の、電車で、ターミナルシャトルはこっちだって教えてもらいました。この TGV っていうねやつでいいみたいです。あ、ここにターミナル1、2って書いてある。これですね。はい。わ、すげえ人わ、びっくり、すげえ人だ。エスカレーターを逆走する人がいる。なんで間違えちゃったの？危ないよ。大丈夫？そんなことあります？いや、すごい、ぎゅうぎゅうだ。次の電車にしましょう。私はターミナル2なんだ。大丈夫？分かってるよ。わあ、危ない危ない危ない。そんなに来ないのかな。はい、ということで、今私はね、この真ん中のターミナル3にいて、ターミナル2に行きたいと。ということで、並んでた方がいいですね、これは。すごかった、今。ちょっと引っかかってるお姉さんを押しましたけど、こうされましたよ。まあ、良かったです。そんなに来ないのかな。でも、空港ホテルのサインでは5分とか書いてあったんで、そんなに来ないわけはないと思うんですけど、まあ、ちょっとこればっかりは分かんないですね。まあ、ちょっと待ちましょう。まあ、ここはね、人が結構いるんで安心感はありますね。多分あの人は制服着てる人なんで、あれは係員の人じゃないのかな、違うのかな。あ、でも CA の方とかいるんで、まあ大丈夫でしょう普通にあの制服着てるね、 CA の方もここにいらっしゃいます。ということで、これで列車来るまで待ちましょう。まあ、ちょこちょこね、日本語表記があるんで、ちょっと安心ですね。うん、では来ました。乗っていきましょう。ちょっとさっきと一緒だったらぎゅうぎゅうまで混むはず。そうでもない。さっきの混みは何だったんでしょうかね。全く混んでない。この電車は全然大丈夫。遅れてたんですかね。本当にそんな感じまで伺えるぐらいのぎゅうぎゅうでしたけど、このエアトリは全然ですね。あ、今ターミナル1はクローズしてるんですね。ということで、この次はパーキングでターミナル2っていう感じみたいですね。すごい顔のむくみだひどい顔してますね。今日はちょっとご了承ください。ちょっとあまりにも寝れなくてね、お酒を飲んで寝たみたいな感じで、ひとまずターミナル2まで行きたいと思います。今回 2B というターミナルから出発ですね。この列車は自動運転のあれなんですね。しかも地上に出る。外の景色も楽しめます。いや、パリの朝焼けがね、めちゃくちゃ綺麗。Prochain arrêt, parking PX. Assurez-vous de ne pas oublier vos bagages. Next station, car park PX. Please make sure that you have all of your luggage with you. ここはパーキングですね。この次ですね。ということで、次の駅で降ります。無事ターミナル2到着しました。では降ります。まあ、ターミナル1クローズしてるんで、ね、全員降りる感じですね。はい、ターミナル1はクローズしてるし、さっきがターミナル3で、ここはターミナル2なんで、
もうみんなさんの目的地はこっちみたいな感じですね。いや歩く人めちゃめちゃ多いね。いやこの人の数は本当に安心感があります。はい、ということで到着です。いや良かったよ。この、 あのターミナルの移動だけちょっと不安でしたね。あ、ちゃんと全部出てますね、ターミナルの行き先は。私は 2B っていうターミナルなんで 2B に行きたいと思います。あ、もう案内看板に従っていけば OK なんで難しくないですね。はい、いやシャラルド・ゴールド空港はめちゃくちゃでかいみたいなんでね、ちょっと不安ですよね。ということで、あれ 2B か、あさっきまで B の看板があったのに B の看板がなくなったぞ。どういうこと？あーでもその先に看板ありました。大丈夫です。あ、こっちは涼しい、いいですね。向こうはねちょっと暑かったんですよね。 2D、 あ大丈夫ですね。あ、電動ボードを空港の中で走ってる、楽そうでいいですね。いや空港の中めちゃくちゃ広いなまだ着かないです。あ、 2B ありました。はい、 2B 2つあるな。あ、 2B デパーチャー出発、こっちですね。はい、ということでこちらでチェックインしていきたいと思います。あ、ここはワンワールドなんだ。ここワンワールドですね。ここはワンワールドだけっぽいですね。お、 ITA エアウェイズありますよ。 ITA、 はい、 ITA もあります。乗りたいですね、いつかね。まだ乗ってないですからね。あ、日本の直行便が確か延期になったんでしたっけ。成田まで直行出すっていう報道が一回ありましたけど、確か延期になった気がするな。夏断念みたいなの多分ね、サイランス書いてなかったんで多分あそこじゃないと思うんですけど、さすがにサイランスだったら書いてあると思います。あ、ありましたね。ということでここでスタイランスがあるといいんですけど、チェックインしていきたいと思います。ではありました、ルフトハンザとスイス、あとブリュッセル航空はどこにあるんだろう。めちゃくちゃすごい人、いや早く来て大正解でしたね。オーストリア、ブリュッセルはどこだ。 LOT ロンドンフロアランド航空、あ、ありましたね、ブリュッセル航空。エコノミークラス、スタイランスゴールドが書いてないですね。ダメなのかな、ちょっと聞いてみましょう。到着しました。どうやね、係員の方が今やってくれてて、ちょっと今他の方対応してるんですけど、私はねこのビジネスクラスのチェックインカウンター使わせていただけそうです。でもねスタイランスゴールドのね目視はないんですよね。はい、ちょっと不安ですけども、シートも、ね、できればウィンドウシートに変えていただきたいんですよね。ちょっと有料かもしれないんで、無料だったら変更したいと思います。ということでしばらく待ちましょう。いやエコノミークラスはねめちゃくちゃ並んでますね。いやすごい、いやこれはスタイランスゴールド持っててよかったです。ということで、今ね6時26分なんですけど、フライトがね9時ということで、7時にならないとチェックインできないっていうね話でしたんで、ちょっとね炭酸水でいいかな、あ水の方がいいから水にしましょう。はい、水買います。 2.2 ユーロ高っ、いやー衝撃の高さですね。まあでもねどこでもねビザタッチが使えるんで本当に楽です。どっから出てくるんだろう、あこっから出てくるんだ、すごい出てきました。はい、お水ゲットです。あ冷たい、よかった。ということで椅子があるかな、椅子あったら椅子、一応ビジネスクラスのチェックインカウンターね使わせてくれるそうなんで、まあ、ひとまずこれ待ってましょう。ちゃんとこれね USB とか C ポートまである、すごいですね。ということなんでこれでちょっと待ちましょう。多分ねビジネスクラスこっちに並べって言ってたの多分大丈夫だと思うんですけど、
もしダメだったらあれですね、エコノミーの方を並ぶしかないですね。7時になったらということで、あと30分ぐらいですね。ちょっと早かった。水うまいっす。ということで、あと30分ぐらいですね、待ちたいと思います。はあ、まあひとまずね、あのチェックインカウンターの前まで来れたんで、まあとりあえず乗れないってことは多分ないでしょう。ということで待ちたいと思います。では、もう間もなくね7時になりますんで、チェックインしていきたいと思います。では行きましょう。まあ、そのベンチにずっと座ってました。上にねスタイランスゴールドの文字がありますね。ここに並べば OK です。入り口にねちょっと書いてないんで、ちょっと分かりづらいですね。それではね、無事チェックインすることができました。いやね、入り口にスタイランスゴールドの看板多分なかったと思うんですけど、上の方にありましたね。はい、ということで、無事ねパリからロンドンまで発見していただきました。で、あのバッグもね直接ヒースローの方まで送ってくれるということなんで OK ですね。ということで制限エリアの方行きたいと思います。いや本当にこのパリシャルルドゴールド空港めちゃくちゃ広いですね。今ちょうど来た道を戻って、あの搭乗ねしていこうと思ってるんですけど、遠い。いい運動になりますね。はい、この海外滞在で間違いなく太ってますからね。テクテク歩いていきましょう。ちょっと最初ね、あの事前にチェックみたいなのをしてて、なんかパスポートにセキュリティシールみたいな貼るのあるじゃないですか。それでね、COVID テストって言われて、えっと思って、いや、いらないはずと思って、そしたらあのワクチン接種証明書だったんですね。はい、はい、ワクパス見せたら大丈夫でした。ちょっと焦りますよね。ちょっとね、ベルギーは分かんないですよ、私。あの乗り継ぎしか行かないんで、調べてなかったんで。いやよく考えたらね、あのスルーパッケージ、あのダイレクトでね、ロンドンまで送ってくれなかったらちょっと危なかったですね。まあ、ひとまず、あのストレートでヒースローまで送ってくれるということなんで、よかったです。ということで、搭乗していきましょう。搭乗じゃない、あのセキュリティチェックね、行きたいと思います。ということで、無事、セキュリティチェック済みました。で、私の乗る飛行機は、あれですね、こちらです。ちょっと見づらいですけども、ブリュッセル9時55分発のブリュッセル行きですね。SN3634、ゲートが D68 オンタイムということで、ちょっと見づらいですけども。いや、ここのセキュリティチェックめちゃくちゃ厳重でしたね。はい、カバンの中全部開けられましたね。ということで、ラウンジがね、プライオリティパスもアメックスのラウンジもないので、スタイランスゴールドのラウンジがあれば行きたいと思います。ということで行きましょう。制限エリア内ね、こんな感じで免税店が並んでますね。はい、香水とか化粧品とかですかね。すごい香水の匂いです。で、ビクトリアーズシークレットとかもあるんだ。で、あとお酒もありますね。あ、すごい、めちゃくちゃお店あるんだ。すごいですね。はい、ということで D69 だったかな。ちょっとラウンジがあるかどうかちょっと確認してラウンジ行きたいと思います。いや、制限エリア内はね、非常に人たくさんいますね。で、ご飯食べるところとかね、免税店とかめちゃくちゃたくさんありますね。はい、これは回ってて楽しそうですね。バイパリスって書いてある。あ、バイパリコレクションって書いてある。パリのコレクション買えるみたいですね。はい、ということでちょっとラウンジ探してラウンジ行きたいと思います。ラウンジないのかな。今のところラウンジっていう文字が一回も出てこないんで、そんなことあんのかな。さすがにあってほしい。スタイランスゴールドで入れるラウンジがないのかな。いや、このパリシャルルゴールド空港、やはりタバコ吸われる方がね多いみたいですね。はい、喫煙所とかもねあるんですね。まあ、アメリカの空港とか制限エリアに喫煙所ないんで、タバコ吸ってた頃すげえ辛かったんですけど、ここは喫煙者に優しいですね。あれ、もしかしたらラウンジないのかな。いやー、マジ今ちょっと搭乗ゲートの方向かってるんですけど、ないな。いや、あることを信じてちょっともうちょっと行きましょう。 D の68なんで、まあ、ひとまず、まあ、ゲートはねこうまっすぐ行けば着くと思うんですけど、ないとこあるのかな。ちょっと探します。ということでちょっとねラウンジ探したいと思います。
ワンチャンないかもしれない。そんなことあんのかな。一応国際線なんですけどね。このスタイランスの文字が何にもないラウンジありました。ちょっと突撃してみますけども、入れるかどうか分かりません。行ってみましょう。あれ、プライオリティパスの書いてありますね。あれ、プライオリティパスのラウンジここにないって書いてあった気がするんだけど、ちょっと私の情報が誤ってみたみたいですね。ということなんで、プライオリティパスで入れるみたいなんで、ちょっと他のラウンジも探してみます。ありそうですね、プライオリティパスのラウンジがあるなら。行ってみましょう。ということで、ちょっと他のラウンジ探したんですけども、どうやらあれしかなさそうですね。ということなんで、プライオリティパスのラウンジ行きたいと思います。いや、とりあえずラウンジがあってよかったですね。あとね、2時間近くありますんで、ここで仕事しつつ食事、朝ごはんもできればいただきたい。では行きましょう。いや、プライオリティパス発行してきてよかったです。では食事見ていきましょう。あとクッキーとかもありますね、はい、でパンがクロワッサン、チョコクロワッサンと、ちょっと何かわかんない、セサミとこのパンですね。コーヒーマシンがありまして、リンゴ、バナナ、ハム、サラミ、ヨーグルト、牛乳、あとスクランブルエッグですね。であと、あ、お酒もあるんだ。お酒もあります。ワイン、ウイスキー、あ、ジムビームとかある感じですね。あとフレッシュジュースが、あ、トマト、オレンジ、グレープフルーツで、コーヒーマシンですね。こんなもんでしょうかね、はい、十分すぎますね。ということで、いただきたいと思います、いただいたのはパンとハム、あとヨーグルト、あとフルーツがね、フルーツじゃない、野菜が全然ないんで、バナナ、あとジュース、野菜ジュースいただきました。ということで、1時間半ぐらいですかね、はい、ゆっくりしていただいて、ゆっくりしたいと思います。できればあれですね、1時間ぐらい仕事ができるとありがたいですね。よいしょ。ということで、いただきます。うん、いや、この野菜ジュースは本当に野菜ジュースですね。野菜すりましたって感じがして、はい、めちゃめちゃ体に良さそうです。ちょっとあんまり寝れなかったんで、ちょっと眠いですね。こうエコバシになってるんだ、すごい。全部プラスチックじゃなくて木になってますね、すごい。これヨーグルト、普通の取ったと思ったらイチゴのヨーグルトでしたね。あとはまあパンは普通だし、あとサラミいただいておきましょうか。ハムです。美味しいですね。うん、とても美味しいですね。この野菜ジュースめちゃくちゃ体に良さそうです。もう一杯だろう。ひとまずでお水がぶ飲みして、野菜ジュース飲んでゆっくりしたいと思います。いや、朝ごはん食べれてよかった。ここからね、ブリュッセルのフライトってすごい短くて1時間ぐらいしかないんですよ。だからおそらくね、あれだと思うんですよね、多分機内食なんてね、1時間ですからね、出ないと思いますんで、ここでしっかり食べたいと思います。で、ブリュッセルの乗り継ぎが結構長くて5時間ぐらいあるんですよね。ですので、そこでちょっと仕事して、まあ、ラウンジ入れあればね、ラウンジにいたいですね。ちょっと分かんないですあればいいんですけど、いただきます。バナナもうまいですね。ここはプライオリティパスでも入れて、ダイナースでも入れてっていう感じみたいですね、うん、なんかいろいろカードを置いてあったんで、私はプライオリティパスで入りましたけど、もしかしたらあれかもしれないですね、アメプラとかでもしかしたら入れるのかな。スターティア、ちょっと読み方は分かんない、シェルトゥエアーラウンジって読むのかな、はい、シェルトゥエア、どっかのあれなのかな、航空会社のラウンジなんですかね、はい、ではね、あとはゆっくり食事して、搭乗ね、待ちたいと思います。ちょっと食事終わり次第、ちょっと、ね、編集の続きしてゆっくりしたいと思います。